集客に苦手な人にプレゼントをしてみました。はい、こんにちは。速稼塾の久保です。私毎日朝ね、朝5時半から6時の間でライブ放送してるんですよ。で、10名から20名のぐらいの方がいつも同時接続で見てくださってるんですよ。非常にありがたいことです。まあ、大体同じ顔ぶれなんですよ。これも非常にありがたいことです。まあ、そうなってくると、まあ、私とのその朝の対話が、まあなんか面白いんだと思うんですよ。一定の喜びがあったりとか、気づきがあったりとかね。で、プレゼントというのは、私のライブ放送6時にきっかり終わるんで、6時からね、また誰かが放送すれば、引き続きそちらの方に移行する可能性が高いんですよ。当然私も6時からこっちの番組の方に行きましょうって言いますし、6時から番組される方は、私の番組の方に来てね、宣伝活動もできるじゃないですか。で、集客ができていないからっていうので、じゃあ集客最初からいるお客さん、はい、どうぞ引き継いでくださいって言って、まあ、すごくいい状況をね、プレゼントしてるんですけども、まあ、その方も去っていきますよね。だから、まだアクセスが低いからっていう理由でやらない人って、購買意欲が高い人がせっかくアクセスの中にいても、なんか、全然気づいてあげれないっていうかね。無視していくっていうかね、自らやめていくんですよね。まあ、例えて言うと、銀座通りで商売やってる人がいて、で、うちの店さ、6時に終わるから、6時から、あんたここで商売やったら人通りもいるし、俺がもう、ね、店を温めてるから、そのまんま別の商品でも売れるよってやってるのに、なんかね、出勤しないみたいな感じですよね。非常にもったいないなと思いますね。だから、三木屋さんも、いろんなものを与えられましたけども、でもね、それがなくったって多分、面白い YouTuber さんとして、いろんなことに挑戦してんじゃないかなと思いますね。まあ、特殊な例として、これがあればなんとかなるのにっていう人は、稀にいますけども、でもそれを言ったらね、もう、キリがないというか、そういうことではないんじゃないかなと。結局は、与えられたカードが少なくても、それを使って勝負していく。自分の手札が不利であっても、その不利な中で勝てる方法を繰り返して、まあ、ベットしていくっていうことじゃないかなと思うんですよ。まあ、多くの方が自分の手持ちのカード、いいカードでも悪いカードでも、でもな、どうせ負けるかもしれないなと思って、勝負することすらしてないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、別に人生はギャンブルだというつもりはありませんけども、人生をギャンブルにすらできないような人に、戦略や戦術ってのはギャンブルよりも難しいですから、扱いきれないんじゃないかなと思いますね。ちゃんちゃんでございます。いってらっしゃい。